どうぞ。いただきます。大変美味しゅうございます。ありがとうございます。今世界が注目しているのが煎茶、抹茶などをはじめとする日本茶。さっきのオープニング分かりにくかったですよね。すいません。世界的なブームもあって年々日本茶の輸出量は増加傾向。さらに国内でも日本茶専門のカフェが続々とオープンしているんだって。でも日本ではスタンダードな飲み物日本茶、なぜ今ブームなの？すっきりしてる、飲みやすい。わあ、すんごい美味しいよね。何これ？それには3つの理由があったんです。あ、変わった変わった変わってきた。結構ピンク色になった。めっちゃ可愛い色になった。今週は空前の日本茶ブームを徹底調査します。